また他には、ね、こういうのもあるんですね。例えば六郎僧の一人である日朝師は重須で晩年ですよ、日光上人の弟子になってるんですね。つまり自分のいろんな鎌倉方のその法義解釈やいろんなこの疑問点、矛盾点に気がついてきたってことなんですよ。で、最終的に最初は鎌倉方のそういう五老荘の中での流れの中にいたんだけども、最後に来て日光上人、北山本門寺重須に訪ねて日光上人の弟子となるんだよ。日朝は一番若いんです。日朝、日露か日朝ですね。で、日朝氏ってこっちの方で、まあもちろん頂きの方日朝で、氏が弟子となった。そう、日光上人の弟子に、弟子入り、再度、ね、弟子入りするわけですよ。再度っていうか、まあ長年のこの不参をお詫び申し上げ、最後はもう日光上人の弟子としてやらせてくださいと。で、六郎僧がもし対等だった場合、身延が言う、蛇衆日蓮宗が言うように、なんで日朝師がわざわざ日光上人のお弟子になるためにわざわざ詣でたのかっていう理由は説明できない。つまり先ほど言ったように、もともとやっぱり日光上人のその立場として、確定的であったことを受け入れられなかっただけで、やっぱりその邪念というか妄執が薄れてくれば、やっぱり宗祖、五泉寺大聖人が言われた通りに自分も日光聖人を慕わなきゃならんのかって思ったからってことでしょ。急に思い立ってよし日光しようって思ったわけじゃないと思うんだよね。ね、そうだ京都に行こうみたいな、そんなノリじゃないはずなんだよ。だからあらかじめあった事実があって、それに心を入れ替えてちゃんとその通りにしようと思ったがゆえに、五郎の中で日光上人、六郎僧の中であえて日光上人の弟子になっていったっていう。本当にもし対等だったら何も日光上人を選ぶ必要